皆さん、こんにちは。今回の衆院選で最大の注目区となったのが和歌山2区でした。自民党の二階俊博元幹事長の地盤である同区では、二階氏の三男信康氏が自民公認で出馬。一方、裏金事件で自民を離党した世耕弘成元参院幹事長が無所属で信康氏に挑む構図となりました。選挙の結果は世耕氏が圧倒的大差で勝利。信康氏は比例復活もならず、まさに二階王国が崩壊する歴史的な出来事となったのです。権力闘争の裏で何があったのか、二階親子と世耕氏の確執、そして敗北した二階陣営の選挙戦を振り返りながら、その敗因に迫ります。今回は地元和歌山の情報をもとに、二階王国崩壊の真相に肉薄する内容となっています。ぜひ動画の最後まで注目してご覧ください。それでは早速四区見ていきましょう。票を取れないのはお前のせいだ。調べてみると、衆院選で世耕氏に惨敗した二階俊博氏の三男は、長男との間で勃発した兄弟喧嘩が今回の敗因の背景にあるのだといいます。世耕弘成氏と二階俊博元幹事長の三男信康氏が争った和歌山2区、二階陣営の支援者たちからそんなため息が漏れたのは、世耕優勢が明確になった10月20日頃のことでした。こりゃあかんわ、そんな声が聞こえてきたといいます。そして探ってみると、信康と長男の俊樹が大喧嘩したという話が支援者たちに伝わったんですわ。何でも票を取れないのはお前のせいだと俊樹が詰め寄り、信康も応戦、最後は首根っこをつかみ合う喧嘩になったそうです。それを聞いて、もうこの選挙は無理やなという空気が流れました。そのように信康氏の支援者は語ります。今回の選挙では三男をサポートする形で陣営に入っていた俊樹氏だったのですが、実は犬猿の仲として地元では有名なのだといいます。父親の俊博が三男の信康と決めたので、俊樹はしぶしぶサポートに回った。でも彼としては納得いってなかったんやろう。5月に信康が出馬表明した後、夏頃にも大喧嘩したという話が出回った。ハイカラビデオ。その時は、地元を抑えているのはわしやと俊樹が信康に詰め寄ったらしい。俊樹はもともと短気で、興奮すると誰かで構わずカーッと怒鳴る人なんですと別の支援者は語ります。団結できないまま選挙が始まり、結果は世耕氏に惨敗、比例復活もできないほどの大差でした。信康氏は来年の参院選に出馬するとも言われているのですが、雲行きは怪しいようです。前出の支援者は再びため息をついてこう述べます。また長男と揉めるやろうねと語ります。自民党をまとめてきた剛腕な父親も、息子たちはコントロールできなかったようです。今回の衆議院選挙で最大の注目区となった和歌山2区では、自民党は二階俊博元幹事長の三男信康氏を公認しました。選挙直前に殴り込んできたのは、裏金事件で自民党から離党勧告処分となった参議院和歌山選挙区選出世耕弘成元参院幹事長でした。結果は世耕氏が約7万1000票を取り大差で、約3万3000票の二階氏を下しました。世耕氏は相手の比例復活当選も許さなかったので非常に満足とドヤ顔で取材に応じたのですが、敗北した二階陣営の関係者はこう語っています。やっぱり裏金事件が響いたね。父親の俊博先生は世間に裏金の大元みたいな印象を与えていた。三男で秘書をやっていた信康君はその家来のようにしか思われず、票が伸びなかった。そもそも長男の俊樹氏が後継になるべきで、なんで信康君って支援者も結構いた。二人は傍目に見ても普段そんな仲いい兄弟じゃない。しかし今回は俊樹氏も付きっきりで応援していたが、隙間風があった。父親の俊博先生がそこを修復できなかったことも敗因かなと総括しています。選挙戦最終日の10月26日土曜日、父俊博氏が動いたことが確認されています。午後7時半から最後の個人演説会で、二階氏は地元御坊市の会館でマスコミをシャットアウトしてマイクを握っていました。そこに現れ、支持者を沸かせたのが父親の俊博氏だったのです。選挙期間中は
一切表に葉姿を見せていませんでした。信康氏の応援のため、石破茂首相や森山豊幹事長が和歌山に食い入りした時でさえ、俊博氏は出てきませんでした。だからこそ地元では重病説が流れるなど、その動向が注視されていたそうです。この日現れたのは、後継の信康氏が世耕氏相手に劣勢だった選挙戦に我慢がならなかったからのようです。あるメディアはこの時の父親の俊博氏の肉声を入手しています。今夜はお疲れ様です。多くの皆さん、壇上にも有力な方々のお集まりで、我が故郷に対する思い、皆様の温かみを感じています。そのお礼を申し上げます。たくさんお集まりいただきましてありがとうございました。冒頭、俊博氏はこう挨拶しました。公の場で演説するのは解散総選挙直前、自民党本部で記者会見して以来のことです。二階氏の支援者の一人もこう述べます。ハイカラビデオ。真打ち登場とばかりに演説会は盛り上がりましたね。二階俊博先生は声はしわがれて聞き取りにくいところもあったが、重病なんて感じはなく、とても元気そうに見えたと、支援者たちには当初一言の挨拶だけと伝えられていたのですが、実際の二階氏の発言は長いものだったそうです。俊博氏の発言を再録すると、おかげさまでここまで精一杯選挙戦を進めさせていただき、最後の日を迎えました。皆様のおかげで盛り上げてもらい、ここまでやってきた。しかし選挙情勢は今一歩です。新人だからやむを得ないが、どうしても勝たねばならない。自由民主党の公認も頂戴している。この若者押し上げてもらい、和歌山で育ちの若者を国政に送ってください。このように語り、執念で息子への最後の投票を依頼していたのです。さらにこうも語りました。本当に新人らしからぬ選挙を展開してきた。それも皆様が一生懸命に手助けして引っ張り上げていただいたからです。選挙のチャンスをいただいたからです。もう残された時間はあまりありませんが、当選すればご恩に報えるようにやります。故郷のためにやりますので、皆様の力をこの若者に結集してください。結集して初めてご恩に報えるのです。故郷を良くすることができるのです。こう信康氏への支援を訴えた俊博氏でしたが、最後はこれ以上私から話すことはもうありません。ぜひ押し上げていただきたい。長い間ありがとうございましたと締めくくり、大きな拍手に包まれていました。ただし父親の俊博氏の発言内容に不満を漏らす人も少なくなかったようです。世耕氏は演説の冒頭ではいつもお決まりのように裏金事件に触れて大失敗をしましたと述べ、横に寄り添う元参議院議員で妻の林久美子氏も一緒に頭を下げていました。このパフォーマンスが地元の有権者に好意的な印象を与えていたといいます。ところが長く父親の俊博氏の秘書を務め、裏金について知っていた可能性もある信康氏は、裏金問題についてほとんど謝罪することはなかったそうです。政治と金の問題、政治資金の改革をするとまるで人事のような演説が定番だったそうです。二階氏の支援者の一人は表情を曇らせてこう語ります。二人とも世襲議員ですが、どちらも応援してきた。信康氏と世耕氏の両方のポスターを貼っている家も多いのです。父親の俊博先生が最後の最後に出てきて自身も謝罪し、信康氏にお前もと頭を下げさ、それをマスコミに出すのではないかとも思っていた。しかし裏金事件のことは何ら話が出なかった。あの場でマスコミも入れて声を大いにして謝罪すれば、形勢もかなり違ったはずで、ここまで負けることもなかったように感じる。父親の俊博先生にはがっかりした人も結構いるはず。そして二階氏の陣営関係者もこう振り返っています。世耕氏の裏金事件での大失敗発言が受けていたので、こちらも何かインパクトある言葉を期待していた。だが結局は何もなしで逆に票を減らしてしまったのかもしれない。それに父親の俊博先生が政界引退時のバカ野郎発言にも根強い反感があります。ただ父親の俊博先生にこう喋ってくれと言える人は誰もいないからと述べます。その後二階氏の陣営は
選挙当日に当選の万歳を撮影させてほしいと打ち合わせを希望するメディアに対して、当選するかどうかわからん、午後6時からカメラの準備、そんな早くすることないやろなどと塩対応が続き、メディアからも反発を受けていました。いかがだったでしょうか。今回は二階陣営の選挙戦について振り返ってきました。負けるべくして負けた二階氏、比例復活もならず、和歌山2区の二階王国はついに崩壊しました。一方、早々に自民党会派への復帰が報じられた世耕氏、高笑いだけが聞こえてきそうです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。